どうもこんにちは、リュウボンです。アサシンクリードシンジケート、今回もやっていきます。護衛シーケンス7。ジェイコブは首相に身の危険が迫っていることを知らせ、内部に住む B の正体について尋ねようとすると、ちょっとね、話がね、エビーとジェイコブでね、行ったり来たりなので少し忘れがちですが、まあ B ってやついたねっていう話ですね。そいつをどうにかしようということだ。家庭訪問は無理だ。馬車に乗る方法を探すか。乗るっつってもな。潜入する。またこれ難しいことを。一瞬カクついたけど、きっと大丈夫。なんか、カクつくどころか。ああ、すいません、すいません、すいません。うぞーん。あ、そんなにやばいんだ。もう。なんなんだよ。おい、上行けねえぞ。あ、そんなち、ミシ。オッケーオッケー。ま、いいんじゃない？あ、やべ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 。大丈夫大丈夫。誰も来ない誰も来ない。さあ、ここ、あ、ダメだな。ここ、来るわ。扉付きの屋根ね。やばい。オッケーオッケーオッケー。で、オッケー、素晴らしいんじゃない？さあ、どうやって潜入するかな。困っちゃったね。あ、でも、これで、あそこガラ空きじゃねえの？よし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 、いけんじゃんいけんじゃん。ははは、正しかったんじゃないのこれ。これはどういうことだ？貴様は一体誰だ？新しい護衛です、首相。ジェイコブ・フライ。新しい護衛のことなど聞いていない。指揮官は誰だ？話を聞きましょう。メアリー・アンナ・ディズレイリー。マダム、お詫びします。ですが、お命の危険が発覚し、ロンドン警視庁が迅速に対応した結果です。危険？どんな類の？あの類です。少々失礼いたします。なんだ？あ？おい、ちょっと待って待って。どれどれ、誰誰？あいつらか！よしよしよし、いいぞいいぞ。しゃ。まあそうなるよね。お前落ちろ。落ちろ。アホが。まだいるぞ。下？上だ。上行って、で、アサシン、よいしょ！しん。アホが。この俺様にな、逆らおうなんざ、そろそろフラッシュグレネード使ってもいいざん。いいざん。よし。ボケが！ああ、そっか。オッケー。で、こうして、で、ほい。一人一人、絶命までやってると時間かかってしょうがないんだよね。素晴らしいじゃないか。おい、これは一体、そう慌てるなって、かっか。ダメだったのか？馬車の乗っ取りか。おーい。馬車は？ある？よし。おい、待て！首相返してもらう。一応ね、スキルはあるんで。あとは俺の運転の精度よ。強奪だから、ぶっ壊しちゃいけないよね。よいしょ！めっちゃ強いよ、この馬車。おら！あれ？あいつどこ行っちゃった。よし。あとは L1 だっけな？確か。1分以内か。
よし、これなら、これなら、よし、これならいける。よいしょ、イエーイ、できたんじゃない？ 1 分以内。やった。いやー、馬車もそこそこやったからね。品性のなさ。OK。みんな馬車の中へ行っても。もういいんじゃない？ OK。いつかその報いを受けるぞ。ありがとう。それでグラッドストーンをどうするおつもり？マダム、グラッドストーンは無関係です。でも夫を殺そうとしたわ。グラッドストーンも調べますが、別の調査を手伝ってはいただけませんか？議会につながりのある老紳士で、騎兵の軍服に豊かなあごひげの方です。結論を急ぐタイプの方みたいね、ミスターフライ。いえ、まあそうですね。町のもっと貧しい地区には詳しいかしら？ある程度は。よかった、一度行ってみたかったの。デビルズエイカ、エスコートしてくだされば喜んで調査に協力するわ。恐ろしいお考えでは。じゃあ決まりね、明日の夜8時きっかりにダウニング街に戻るのよ。ではミスターフライ。ですが。ごきげんよう、ミスターフライ。ダウニング街、おお、いいじゃんいいじゃん、いいねいいね。今回綺麗にできたね。最初の偶然だけどさ、警察を超大勢多数で、ね、引き連れて逃げ惑ったっていうね、結果あれが結構正しい感じだったね。いやいやいや、面白かったけど。で、なんか最後ね、なんか無理やり話伸ばしてる感があったけどね、最後のやりとり。次回またなんかあるんでしょ。うん、まあそういうわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またな。